浄土宗プレゼンツ朝のひととき、今日もこの時間がやってきました。浄土宗プレゼンツ朝のひとときです。さあ今回もスタジオにお迎えしています。ご紹介しましょう。浄土宗の田中光道さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、お邪魔しております。さてもう8月の24日早いですね。あっという間ですよね。これね、はい、8月でしょ、はい、で来月9月、はい、でまあ特に子供さんいるご家庭の方にとりましては、うん、はい、ついに始まりましたバックトゥースクールの新学期ですね。そうか、新学期の、はい、早いとこだともう8月中に学校新学期で、うん、ここトーランスですと、うん、9月 の、 あのレイバーデーの後かくらいからかな、はい、ちょっと時期がずれるんですけど。そうなんですね。でね、はい、これがね、はい、あのうちもまあそうなんですけども、うん、バックトゥースクールで新学期始まると、はい、もうなんかねあのローラーコースターの下りに入ってカーブがこうやってウィンウィンウィンガタガタガタってこうもうあっという間にこう過ぎていく感じなんですよ。まあ特に今年のねもう年末にかけてイベントがいっぱいそうなんですありますもんね。もう9月で始まって、うん、もう一月だったらハロウィーンだ、うん、あーもう一月だったらサンクスギビングでもう一つだったらクリスマスであっという間にお正月で、ね、でこうウィンターブレイク短いのがスポンと終わったらもうすぐ1月からね、はい、で終わりの5月6月なんてもうあっという間にこうなんていうんですかね。そうですよね。1学年が終わるまでがねまあ本当に早いんですよね。大変なんですけどねやっぱり送り迎えとかみんなね。そうなんでしょう、ね、だから親御さんにとってはまあやっぱりいよいよ子供が学校始まると、うん、とはいえ自分も忙しくなるからそうです ね、 ねここで一つういい節目ですからね。だからその節目といえば、はい、やっぱりこの秋のお彼岸が9月24日ですよね。よくお尋ねくださいました、はい、浄土宗によって日曜日午前10時半からありますけど、この秋のお彼岸でそのバックトゥースクールは何か関係あるんですか。そのまあ秋のお彼岸というのは心の四半期の節目、ね、はい、にもなります、うん、でやっぱりそのアメリカですから、うん、これはたまたまバックトゥースクールが重なるんですね、はい、だから子供にとっても心の節目、はい、大人家族にとっても、うん、きちんと心の節目で、そうですね、このバックお彼岸に合わせましてね、うん、バックトゥースクール子ども学生祈願っていうのをやるんです。それは何をやるんですか。聞くだけじゃ分かりません、はい、でまあ、あの具体的にはね、うん、うちのそのご本尊阿弥陀様の手から五色の糸をずっと下の方に垂らしまして、はい、でお焼香台がありますね、はい、その前まで垂らしてきて、うん、でその一番先に南無阿弥陀仏と書いた名号の札をね、はい、つけまして、これをねその子供さん学生さん一人一人その合唱した手の間に挟んでいただいて、うん、そこで、はい、精進を誓っていただくんですね。でその子供さん学生さんに、うん、その祈願の儀式を授けますと、うん、これ一人一人に一人一人です。で もちろん親御さんたちも一緒に出てきてね、うん、はい、一緒にこうやるぞと、もう親子でその1年間、はい、頑張るぞ頑張るぞっていうことですよね、はいはい、この秋のお彼岸法要バックトゥースクール子ども学生祈願はもちろん、はい、あとご先祖様供養、はい、そして水子供養、はい、この辺がありますよね、はい、で今おっしゃったようにバックトゥースクールもそうですし、この水子供養も事前の申し込み必要になりますよね。あの水子供養はお当場作ります、うん、それからこの祈願の方はお札をね、はい、一人一人に書きますので、これは事前の申し込みをお願いしてます、はい、それからまあ普通にお参りの方は当然あの当日ね、うん、ポンと来られても大丈夫ですけども、はい、よくねその、うん、このご先祖とか水子供養の部分とね、はいはい、これ今を元気に生きてる、うん、この亡くなった方の供養と、うん、今元気な子供の祈願がどうして一緒になるんだってよくね、はい、聞かれることもあるんですけど、はい、でも考えてみたらね、うん、その子供の幸せを一番願ってるのは親であり、うん、ご先祖様ですよ。そうですよね、だからこれが2つつながるんですよ、うん、全てそこはつながっていくわけですからね。だから子供さんも、うん、ご先祖に手を合わせて仏様の前で誓って、はい、でそれを見て亡くなられた方も一番喜ばれるわけですからね。そうですよね、はい、あのまず事前の、ね、申し込みを、ね、していただきたいんですね、はい、電話番号をお伝えします。 213-346-9666 213-346-9666 E メールは info@jodoshu.org
週はですね SHU ですね。はい、そうですね、はい、はい、こちらにお申し込みください。はい、ということで今日もありがとうございました。ありがとうございました。